平成26年11月28日です。9時20分です。野地山に登りに行きます。植林の道です。右に川が流れています。9時38分です。野地山、すなわち段原山の案内がありました。10時です。苔むしてますね。ここは分岐していますね。車道が曲がりくねっています。電柱があります。あ、電波塔が見えました。さあ、10時28分です。山頂ですね。野地山、段原山の山頂、三角点ありました。標高731メートルです。さあ、展望バーを探してみましょう。ここで車道に合流するんですね。段原無線中継所です。展望ないですね。北の方向です。そして西の方向から南の方向、ここが少し見えますね。南の方です。太陽の方向です。三角点が向こうです。北西の方です。観音木山などあるんでしょうね。先ほど登った道です。東の方です。10時43分下山します。電線の下を通ります。展望があるかもしれないからこちらに寄ってみます。南東の方向ですよ。なんかこのまま山道が続いてそうですね。展望がないから戻ります。
11時34分分岐まで戻りました。はい、麓に降りてきました。曇っていましたが、また日が当たっています。12時です。宮崎神社にお参りに来ました。